ラジオでゲット、ザマゼットと海洋が捕まえたいと思います。もう捕まえられないと結構辛くなってくるので、そろそろ出てほしい。あとレッグが下の方にいると思われるので、そこもなんとかゲットしたいです。エリアを選んでね。選んだエリアのいない、他のボスが出てくるよ。決定、ポケモン探しにレッツゴー。野生のポケモンの気配がするぞ。ボスが現れた。エースバーン。野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。なあ、いや、ここで交換するので、あの2匹が何になるかです。雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。呼び出してください。ボール
仲間にしたぞ。ボールが投げるときのちゃんと画面が君のサポートポケモンが増えたよ。いいところですよね。こいつはレッドが来た。レッド待ってた。レッドが待ってました。相手のボスが仲間を増やした。これを渡した。ゲットできました。ですが今狙ってすごい4ポケモン
これから捕まえたいのはザワゼッタと海洋画です。もうこれからも応援よろしくお願いします。それでレッグザプレゼントに送りたいと思います。ということで See you next